意味があってくる大きく見せてるところは可愛いそのツケをどこに持ってくるの自慢話を聞きに来たのじゃないあなたは私をどうしたいの時間だけでバタじゃないんだし響かない言葉並べないで惨めなところ見せないでこのまま返してもいいの恋の始まりは理屈じゃないよ全然始まりそうになんかないねえしやすくて冷めやすいんだ俺そんなこと誰も聞いてないでしょ無駄に今日ずっと天才振ろうとしてるがあかりさせないでもうこれ以上隠してるわけじゃなくて